四日市のコンビナートは1950年代から日本の高度成長に貢献してきた場所です。かつては四日市喘息などの公害が深刻化して負のイメージが強かったですが、近年工場夜景のスポットとして訪れる人が多くなっています。今回の動画はシニアの皆さんでも簡単に車で行くことができるコンビナート夜景スポットベスト3をご紹介します。最初にご紹介するのは四日市港、開港100周年記念で建てられた高さ100メートルの四日市ポートビルの最上階にある海テラス14です。この四日市ポートビルの前には無料駐車場があります。入場料は大人300円です。営業時間は10時から17時までですが、土日祝日は21時までです。夜景を見るには必ず土日祝日に行ってください。この展望フロアからの夜景は日没前から楽しんでください。ここから昼間は鈴鹿山脈から名古屋市の高層ビルセントレアまで見渡すことができます。日が暮れるとコンビナートの夜景がはっきりしてきます。完全に素晴らしいコンビナート夜景となりましたが、ここから夜景の写真を撮影するには問題があります。展望テラスなのでガラスがあるため写真の写り込みが起きます。その対策にはこんなカメラフードをご使用ください。ここから撮影された写真をご紹介します。楽しんでください。次の夜景スポットは四日市ドームの裏の海岸です。前にご紹介した四日市ポートビルからも車でならすぐの場所です。四日市ドームの建てられる前にはここに大阪万博のオーストラリア記念館がありました。この夜景スポットをおすすめする点は広い無料の駐車場です。この場所は四日市ドームだけでなく四日市競輪場や四日市テニスセンター、野球場などがあるため無料の広い駐車場があります。さらに昼間に撮影した動画ですが、四日市ドームの裏に回ってみると広い整備された遊歩道になっており、前にはコンビナートの工場が広がっています。安全な撮影場所だと思います。ここから撮影された夜景の写真をご紹介します。四日市ドームに映るコンビナートの光の写真もいいですね。ここには四日市ヨットクラブもあり、何艘ものヨットが係留されています。コンビナート夜景にヨットを入れた良い写真も撮影できるかもです。最後は近鉄や JR で四日市に来られる方も楽しめる海からの夜景クルーズの動画です。週末は大型遊覧船のクルーズもあるみたいです。四日市港から19時出発のプランがあるみたいです。近鉄四日市駅と JR 四日市駅からの無料送迎や四日市港に無料の駐車場も準備されているそうです。クルーズのある日程や金額についてはパンフレットをご覧ください。夜景クルーズの航路です。しばらく遊覧船からのコンビナート夜景をお楽しみください。
かがでしたか？今回のシニアぶらり散歩は、四日市のコンビナート夜景のベスト3をご紹介しました。あくまでシニアが簡単に行ける場所の選択です。これからの季節、ぜひ納涼に四日市にお越しください。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、いいね、チャンネル登録をお願いします。